はい、こんにちは、イレキュンです。ということでして、今日の話題なんですが、昨日ね、2月1日のアプデの詳細がね、運営さんの方から発表がありました。皆さんもう見ましたかね？見ました。イレキュンも見たんですが、ちょっとね、皆さんに言っておかないとね、あれれれ、これ勘違いする人多いんじゃないかと思うことがありましたので、この動画をね撮っております。はい、大事なところは新アチーブメントミッションですね。こちら新アチーブメントミッション、ニケレベル141初達成を追加しましたと。ミッションを完了するとアイテムスペアボディ洗濯ボックスを獲得できます。はい、これはね、以前からイレクがいっぱい動画出してますよね。160問題無課金でなかなか超えられないの、おかしいんじゃないかと。まあ、それに対する緩和だと思われます。で、サムネでね、この洗濯ボックスを、開けちゃダメ、使っちゃダメと言っておりますが、またね、それは大事なことで、後で話します。先に話しておかないといけないのは、やっぱりね、これで本当に緩和対策になっているかということ。なってる？これ本当に。はい、今日はね、もう最初にイレイ君の見解を申し上げます。忖度しないよね、忖度しませんからね、そんなの。はい、この洗濯スペアボディ1個くれて160問題緩和対策にはなっておりません。こんなもんじゃ緩和対策になるはずがないでしょ。こんなもので緩和対策になると言ってる人はもうリーチの人だけなんだから。トツさんが4体いる人だけ、3人以下は結局160超えれないんだから。はい、それではね、ちょっとここで、160問題の動画に対するね、リスナーさんのコメント見ていきましょうか。そもそも入江くんはレベル160問題を突破してるんだから、レベル160問題に直面してるユーザーの気持ちはわからんと思うけどね。は？何言ってるの？別にね、この160問題じゃなくて、 いろんなね、事件とかいろんな辛いことあるやん、人生あったらね。その人の気持ちわからないの、わかるのって、俺はわかるよ。あ、辛いんだろうなって。そら同じじゃないよね。その人と全く同じになることはできないけどね、自分のわかる、あ、これは辛いことだなと思ったら、あ、この人苦しんでるなっていうこと、あなたわからないの？それでね、これに77もいいねついてんの、誰なのこれ。押した人言っても来なくていい。もう配信も動画も見なくていいよ、もうそういう人は。そういう冷たい人は、うちの動画はね、見なくていいです。もう一回言うよ、俺は160で詰まってる人の気持ちが非常にわかるね。ストーリーも進めない、特殊個体もできない、みんなやってるのになんでできないんだろう、非常に辛いと思ってる。それわかんないのね、この77人は。これわかるよね、これ見てる人。これわかると思った人は、チャンネル登録とグッドボタン押しなさいね。間違ってる？イレ君の言ってるか、間違ってないでしょ。イレ君同調してるんだから、チャンネル登録とグッドボタンしないとダメですよ、これお願いします。はい、次。課金すればいいという意見も当然あると思うけど、無課金、美課金勢がいなくなったゲームは確実に廃れていくよ。はい、正解。ソシャゲで人気があるゲームというのは総じて無課金プレイヤーが多いの。このままだと無課金プレイヤーがかなりの勢いで減っていきます。もうすでに減っていると僕は思いますよ。みんな知ってる？最近軒並みね、ニケの動画を出してる方の再生数が減ってます。再生数が減っているということは、そう、プレイヤー数が減少していることだと僕は思います。で、さらにちょっと悲しいことを言うね、怒んないでよ。で、この状態が、どんどん続いていけば、やっぱりね、ニケ実況者さんたちはね、他のゲームに乗り換えたり、これまでね、毎日毎日動画を出していた、ライブ配信をしていた方々もね、本数がね、減ったりしていくと思われます。今ニケは非常に人気があるよ。人権と言っても過言ではないレベルの
ゲームソシャゲだと僕も思います。けどこんなの一気に一瞬にして崩れ落ちますからね。ってなんでニケがこんなに人気下がってるのってなるからね。本当になんでこんなことになったのって、無課金がいなくなったからなのね。無課金がみんな去っちゃったらもうニケなんて一気に2段階ぐらい人気落ちちゃうからね。今年もね、派遣になりそうなソシャゲいっぱい出ますよ。ドラゴンクエストチャンピオンズだっけ、あれ今年出るのかな、来年、まあ、今年出るとしたら多くのね、ニケ実況者さんがやると思われます。あと、ズツツ回戦、なんかアニメあるよね、ズツツ回戦っていうアニメ、あれも多分ね、ソシャゲ出るんでしょ今年。出ない、まあ多分出ます。ニケ実況者さんはみんなズツツ回戦やりますよ。そういう風にしてゲームは廃れていくのですので、無課金なんてどうでもいいだろう、やめたって俺たちには関係ねえっていう方ね、もう少しでもいいからね、ちょっと、考え直してください。わかりました。あとね、大事なこと、これね、話しておかないといけません。洗濯スペアボディ、これね、基本的に皆さんトッツ2のキャラに使ってトッツ3にするでしょ。でこれね、今から大事なことを言いますよ。これをすぐに使用していけない方がいます。これ絶対使っちゃいけないからね、こういう方は。いきますよ。160問題で詰まっていて、トッツ3が3体以下の方は絶対にこのスペアボディ洗濯ボックスをすぐに使用してはいけません。これはどういうことかと言いますと、トツさんが4体の方ならこの洗濯ボックスを使うことによって5体になりますので、160をすぐに超えることができます。けどトツさんが3体とか2体の方は、例えばこの洗濯ボックスで、トツさん1人増やします。でトツさんが4体3体になります。4体3体になっても結局160超えれないからね。その状態でね、これからも、ガチャとかするから、ガチャでね、トツ3にしたキャラがまた被るかもしれないの。被ったらどうなる？トツ4になるだけ、意味ないんだって。まとめますよ。160で詰まっている方はスペアボディ洗濯ボックスを使用するときは必ずトツ3キャラが4体いるときにしてください。3体以下は絶対にまだ使っちゃダメ、4体になってから使用してください。じゃないと損をします。でこういうね、参考になる話してるのにコメントとかでね、そんな当たり前のこと言われてもとかね、コメントする人いるんだって。知らない人いるんだから。知らない人いるよね。いた？ありがとうございます。知らないよね、そんなの。知らない人はグッドボタンとチャンネル登録ねしてくれる？ありがとうございます。はい、ということでして、運営さんがね、160対策として、スペアボディ洗濯ボックスを1個くれます。もちろんね、これをくれることはね、非常にありがたいです。運営さんありがとうございます。けどこの1個くれたからといって僕は160対策ね、全然解決しているとは思いません。この160問題で、辞めた人の多くは戻ってこないと思いますし、これからもね、160で詰まって多くの方が辞めると思います。もう一回言うよ、他にこういうゲームあるのね。160ぐらいで2ヶ月間ぐらいずっと詰まる、他にゲームありますか、そんなゲームね。無課金でもいい人はすぐ抜けれるね。10万課金しても160でずっと詰まってる、そんなゲームあるの？ありませんよ。はい、これからもね、イレイ君は160問題に対してズバズバ意見言っていきます。忖度しません。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。